はい、えー、皆さん、こんにちは、いちでございます。88のデストラップやっていきたいと思います。えーっと、これ、どうするいいんだろう。撃つ人。ダメか、俺は。ああ、使うピストル。ああ、持ち物何かあるかな。 ああ、そうだ、まあ。まず開けときましょうか。開ける、ペンダントと、オルゴールのようだと、なりだしたね。マップ、コンパス、無線機、使う無線機。あ、無線機使えないんだ。一歩通行だから。無線機になってるね。えっ、ー、と、話す人。意外にこれで会話が成り立ってんかもわからないね。 えノバアラカン、キトチグカカさんに何言ってんだか分かんないね。同じこと言うのかな同じこと言うね。うん、叩く人。ああ、さすがにそれはできないか。見る人。あ見る人でも喋りかけてくるのか。医者はまさかノバ。う 見せる見せれる見せる。ペンダント。えー、なんかおかしいね。私は多分おかしいんだけどねー。この人で何かしないといけない気がする。もうだって帰ってこれないもんね。海に、あの、あそこまで行っちゃうと。あ、でも帰ってこれるからあれか。 いや多分ね、この現地の人にカヌーかなんかしてもらわないといけない気がするね。使うナイフ。ナイフね。渡すナイフ。彼はナイフを受け取った。だが、まだ何か物干し。あっ、物干しい家か。わかった。 ピストルなんか私はまずいもんね。あ、渡す、マッチ。ヒ低さー,ガーノーバー、アダカンキと違う。これで何か、いけるウエスト。あーノース、サウス。いけないね。もう持ち物がボンボン減っていくね。渡す。 ペンダントああまたペンダントなってるね。渡すペンダントえ二いかをつくせがあるのかなあ,あしかも今回、スペース入れてないわ。あ渡すペンダントは違うと。ライトああ、も、ま、う、あまあ、この際、もうみ,みんなあげよう。うん。 渡す、ピストル。彼は自分で作った吹き矢を差し出した。交換するつもりだし。ああ。取る、吹き矢。吹き矢をもらうと俺はもらおう。ああ、これか。ということはピストルと吹き矢を入れ替えないといけないのか。ああ。 なるほど。彼からは吹き矢をもらわないといけないのか。まあまあ、えー、これちょっと忘れたら困るからね。えー、村人、あ、現地人かな。現地人にピストルを渡すと。渡あ、ん渡す。えー、で、 ごめんなさい。ちょっとごめんなさい。で、結構今のところ、マッチがなくなった、マッチとなんか、ナイフがなくなったんですけど、これ多分もう積みますね。積むんですけど、ちょっと進んでみましょう。せっかくなので。ノース。で、ノースはいけないのね。ウエスト。で、ロープを使いましょう。で、ちなみにウエストいけんのあ、ウエストじゃないわ。あ、ウエストいけんのここ降りるしかないか。北は どこにも楽に降りられそうなところはなかった。仕方なく戻ってきた。ああ、ほんでサウスはあ、やっぱりここで使うんだね、ロープをね。使う、あ、使う、えー、ロープ。で、降りるだね。ああ、あとは渦に巻き込まれるのを何とかしないといけないね。地面に足がついた途端、ロープが落ちてきた。うん、うん。あ、無線機が落とてここで無線機なんの アジトを移動することになった。どこへ行くかまだわからない。また後で連絡する。ああ、なかったね、さっきはね。だから、あの、吹きを持っていると、このイベントになると。乗る、カヌー。これで分岐がだいぶしてるみたいですね。で、カヌーは川の流れで、うん、で、えー、もう見ても仕方がないもんね。うん、だから、サウス。

見に浮かんでいるお北行ける南行けるあやっぱこれは西か降りれるんだいやこれおもろいわ <laughs> いや正直ねめちゃくちゃコマンドで困るなと思ってたんですけどうっそとしたジャングルがどこまでも続く北行ってみましょうあ西行けないでしょもうこれ以上はうん南は あーでも北しか行けないね。おジャングルの少し開けたところに小屋が立っていると、見る小屋ね。えー、粗末な小屋だ。人の気配がそ、あっ、人がいるんだね。なんか小屋に入りましょう。えー、もうこれはね、あの積んでるんで、積んでると思うので、あのー、整はしません。 一人の年を取った男が後ろのめうつらな目で俺を見つめたと。見る人。うつらな目で俺を見つめている。話す人。まあ言葉通じないんでしょうね。おお通じるわわしはわしはカールトンという者じゃがお前さん次の問題が解けるか男は頭がおかしいのだろうかいきなりしゃべり出した。宮殿で。 火の周りを8人の神様が踊っておられるのじゃが、その中に1人だけ女神様がおられるんじゃ、おられるのじゃ。その方のお名前は何と申すかご存知かなああ、これは、これはちょっと覚えておかないといけませんね、えー。カールトンさんね。カールトンさん。 カールトンさん、えー、まあ、カールトンさんが言うには、えー、宮殿の、あ、いいね、やっぱ日本語に変わるの。火 <laughs> の周りを8人、火の周りを8人、8人の神様が踊っておられるのじゃが、踊 でおられるのじゃじゃがその中にその中に一人だけその中に一人だけ女神様が、えー、おられるのじゃとおられるのじゃはいうんその方のその その方のお名前は何と申すかご存知かなとこれがこの人の質問なんですね、えー。私は分からないので、これは分かりません。分かりません。分かりません。ダメか、俺は。ということは、この人はまた後で来るんだね。じゃあ、えー、何も言うところ。 何をうろうろしているんじゃねと。うーん。後ろ出れないのなウエスト。えイースト。北。ああ。えあ、出る小屋か。これはもう、サウスでもいい気がする。だここは、ここはもうこれじゃいけないのかなジャングルが。 続いているうんだって。こんな人知らないもんね。宮殿の日の周りを8人の神様が踊っておられるの。じゃがその中に1人だけ女神様がおられるの。じゃ、その方のこれなんか暗号なのかな？宮殿の日の周りを8人の神様が踊ってうん。8方向。8人の神様ってなんかあったっけ？ 分かんないよ <laughs> 今まで出てきた女性いたけどあの人なんて言ったかな女神女神いやちょっと分かんないなあごめんなさいもう一回北行ってみて他行けないのかなまあ多分行けないんだろうねこっから西、えー、東あっためだね北も行けなかったからはい南に行って でじゃあまたのぼ乗るしかないんだねはいあこっちダメということはいいっすとかでまたここで乗るのかで乗るカヌーマッチ落ちなかったねすごかったねえ川の流れは少し緩やかになったようだででまた下りましょうカヌーは蚊の流れに乗って川を下っていくと ここでも降りれるのかな降りるかま流れに押されてできないと。うーん。できないのでさらに南だね。で無線機は当然成り出したと。ああ、味方の輸送機らしいと。で、まあ、これ、あれでね、荷物落としたと。で、あとあれだね。えっ、ー、と、持ち物。 ロープ、ライト、スイート、ペンダント、指輪、吹き矢、マップ、コンパス、無線機。これ、降りれないの降りれないんだろうね。だめか、自分の頭、でもさっき、渦に吸い込まれたってなってたから、使うロープこんなとこでロープ使えるうん、じゃあ、あれ 右に行かないといけないから、西に行かないといけないのか、さっき私 <laughs>、東に行ったね。あっじゃ、あそういうことか。で、吸い込まれたのか。川の流れはだいぶ緩やかになったってことは、降りれるのね。降りる。かぬ。流れに押されてに、岸に近づく。あっ、森なのか。なら、えー、ウエスト。 流れは緩やかで、あここで降りるのねはいうわこれでもすごいね8四年でしょもうじき40年前のゲームなんですよこれもう38年前のゲームなんですよねはあすごいなええー、ちょっと驚きましたカヌーは川の淀,淀みに浮かんでいると。あ今度は南側に出たのね うん、で、えっ、ー、と、これだったら、まず、イーストかな。いや、ウエスト無理でしょ。うん、ウエスト無理ですね、イーストは。あ、イーストも無理ってことは、もうサウスしかないっていことね。えぇ、ー。一方、踏み出し。 踏み出すたびにむっとしたシダの匂いが鼻につくとああもうこれも今南に行ったんでウエストイーストは無理あイースト行けんのでこれノース行けるうんさらにイーストああもうイーストは無理となサウスしか行けないとああこの風この風景にはいささかうんざりしたなと 早く任務を完了したいものだと。で、ノースはあ、ここはノースはいけない。もうちょっと待ってね。えっ、ー、と、一応慎重を期してね。あ、セーブしときましょう。ええー、このセーブは使えないけどね。4番入れときましょう。せっかくここまで来たので。えと、ー、ごめんなさい。ちょっと戻ります。イースと行って、で、ノースでしょ。あらノースいけないイースともう一回行ける いけない、ね、ということでウエストああここね。でここでサウスがいけるかどうか。あ行いけないのね。じゃあイースト行って、えー、サウスに行って、ここに来んのか。でウエスト、いけない。で、これサウスで来たから、イースト、あと残りはイーストと、あーイースト、ええー、もう一回ウエスト戻るでしょ。ああ、これひどいな。今見えましたか皆さん。 これね、サウス行くでしょ。で、このままじゃあサウス行けないんですよ。で、イースト行くでしょ。で、ここでサウスに向かってんのに、戻るにはノースでは戻るんじゃないんですよ。イーストで戻るんですよ、これ。ノース戻れないでしょ。うわ、これひどいね。あこういうことやってはめにかかんのか。南に来たのに北に帰って戻れないんですよ。南から来てる、あ北から南に向かってきてるのに、 帰るときは北に行って戻るんじゃなくて、東に行って戻らないといけないっていう、ちょっとその、あの、やらしい要素が詰まってますね。うん。じゃあ、ここでウエスト。ただまあ、もうある程度見えるので、これ、南だね。と思ったらいい時間になりましたね。じゃあね、この辺で終わっておきたいと思います。えー、どうもありがとうございました。